神谷 AK は日本のプロレスラー。三重県松阪市出身。大日本プロレス所属。身長180センチメートル、体重110キログラム。神谷は父親が次々と変わるなど複雑な家庭で育ち、小学校時代は何度も名字が変わったという。あまりに急に名字が変わったので、小学校のクラスの出席番号が変更されなかったこともある。 最終的に現在の父になったのは小学校高学年の頃であった。当時を神谷は後のインタビューであの頃はお父さんが入れ替わることが多数あったんで別に入れ替わったからといって何か思うということもないぐらい今幼少期のことを思うと周りの人はみんな頭のおかしい人ばかりだった気がしますね。一週間ぐらいでいなくなったお父さんもいましたから。 何人目のお父さんかは忘れましたけど、トラックの運転手をやってて、仕事行ってくるねみたいなことを言って出て、そのまま永遠に帰ってくることがなかったり、そういうことがよくありましたよと振り返っている。小学校時代はなるべく周囲に複雑な家庭環境を悟られないように元の感情を表に出さず作り笑いをしていた。家では色々なごたごたに巻き込まれるので、 家より学校が好きであった。小学生の頃に二代目タイガーマスクのビデオをきっかけにプロレスに興味を持った。これについて本人は家がごたごたしてたんで見たいとか興味があるとか言えなかったんですよね。言えないまま5年生ぐらいになって友達の家でたまたまやったゲームが全日本プロレス中心だったんですけどそこから興味が湧いて週プロを読んだり完璧にプロレス好きになった。 でもお小遣い制度がなく、自分でバイトするまではプロレスを見に行くってことは、まずなかったですね。プロレスの本を買うことすらできなかったですと話している。プロレスに興味を持った神谷は、友達の知り合いが道場をやっていた関係で柔道を始めたが、同じように始めた弟が芝叩く間に、柔道の腕前で自身を超えた言った。その道場は、不祥事で解散し、 神谷の柔道生活もチューブラリンになった。この時点ではレスラーになることなど夢のまた夢であり、しかも祖父母からは、お前は一生懸命働いて、弟を大学に行かせるんだとしつこく言い聞かされ、何の取り柄もない神谷は結局その言葉に動かされるように生きていくしかなかった。高校は推薦で受験していたところに落ちたが、なんとか必死に勉強して、 一般入試で県立高校に合格した。しかし、高校一年の時に母が大腸がんで倒れ、さらに二年の時には父が脳内出血で体に障害を負ってしまう。両親が倒れてしまったため、高校時代は神谷は自分の弁当を自分で作り、夕飯の支度もするようになった。母は三年の時にそのまま死去している。このような家庭でぐれなかったのは、 本人が定年をもってドライかつ淡々と受け止めていたためである。高校時代はアルバイトもやっていた関係で、神谷はプロレス雑誌のバックナンバーを古本屋で漁ったり、DVD を探し回る熱心なファンになっていた。その中でも全日本プロレスが好きであり、過去を調べるうちに天竜源一郎を知り、この時一番好きな選手はアシュラ、原であった。卒業後はかねてより、 お前は一生懸命働いて弟を大学に行かせるんだと言い聞かされた通り就職パン工場で働いていたが急に思い立って第二本プロレスの入門テストを名古屋で受けた受験の同期は関本大輔や岡林雄二が低い身長でありながら活躍していることからこれなら自分でも入れるのではないか思ったことによるとしかし準備不足がたたって 関本から不合格を言い渡される。しかし、これを機に弟を大学に行かせるために、自己犠牲に徹する人生に別れを告げる決意を固め、二度目の入門テストに合格した際には父以外の家族には合格を伝えず、実家にあった卒業アルバムや写真などの所持品は、決意として全部処分した。2011年第2本プロレス入団。 練習生時代に足を骨折するなど、順風満帆ではなかったが、2012年4月13日、横浜にぎわい座大会、VS、石川真也、小川内淳戦でデビュー。2013年1月2日後楽園、ホール大会、VS アミーゴ鈴木、大橋厚志戦で、大橋から、ギブアップを奪い公式戦初勝利。しかし肩の脱臼を、 連続して起こしてしまい、下半期は欠場となる。肩の怪我をしても見放さずに面倒を見てくれる団体や、先輩たちに、人生で、初めてと言っていいぬくもりを感じたと伝わっている。結果的にこの欠場期間で、神谷は体重を 100kg の大台に乗せた。2014年の復帰戦より、花房系の部分をカタカナに解明。この年の第2本再キャン、タックリーグ戦では、 関本大輔とのタッグで決勝トーナメントに進出し準決勝敗退。2015年4月に関本大輔の持つ BJW 認定世界ストロングヘビー級王座に挑戦するも敗北。最強タックリーグでは急角度バックドロップを武器に急成長も予選敗退。12月この年2度目の BJW 認定世界ストロングヘビー級王座戦では 岡林雄二相手に敗北したが、直後の BJW 認定タッグ王座では、浜良太とのタッグで、岡林雄二、関本大輔組を破り初のベルトを手にした。2016年、年始の後楽園、ホール大会より、神谷 AK に再解明。4月には全日本プロレスのチャンピオンカーニバルに、出場したが、前半3試合を消化したところで、あばら軟骨骨折で欠場。 残り3試合を不戦敗とし、勝ち点2で終了となった。7月24日、両国大会にて、岡林雄二の持つ、BJW 認定世界ストロングヘビー級王座に挑戦し勝利。同王座初大幹となる。12月18日、横浜文化体育館大会における、関本大輔戦にて心し半ばで、王座陥落。 橋本大地と共にチーム大臣を結成。また同ユニットで2017年の最下位タッグリーグを優勝。2020年、新型コロナウイルスの影響による無観客興行にてハードコアマッチに挑戦。また、同年11月23日の大阪大会では、自身初となる有志テ戦レスマッチを行いレザー、フェイスから勝利を奪う。 例年と違いトーナメント形式となった最下イタッグにてチーム大臣でエントリーし2度目の優勝。2021年本格的にデスマッチ進出を宣言し、同年春に行われる一期当選デスマッチサバイバーマイナスへのエントリーも表明した。ありがとうございます。